概要欄どうすればいいの、その概要欄、ちょ、ちょ、ちょ、もう足立くん引っ越せ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、見てる？くるぶしです。ちょろてです。ピューン、足立くん中に響いてるわ。はい、ということで、今日も、はい、今日もですか、公開収録、2本目、最後ですね、今日もラ君からですね。ラ君から、どんだけラ君好きなの。美味しかった。はい、ということで、くるちょもチャンネルでもですね、いろんなもんこうレビューしてきたわけですけど、ちょっときついもんやってきましたけど、やったな。まあ、中でもこう、こういうドリンク、これは、お嬢様の清水エナジードリンク、これは騙されたな、これな。これのね、ちょっと上位変換というか、これよりももうちょっとおしっこに近いものを見つけてきたんです。嫌です。まあ今回は得意のドンキホーテで見つけてきた商品、こちらをご紹介したいと思います。それではこちらです。じゃん、絶対にやりたくない罰ゲームシリーズ、おしっこの元拍手。はい、この間あの靴下茶、2人で飲みましたけども、惜しくもちょもちゃん会員ならず、今回はね、皆さんが見てる中でアドレナリンがね出た状態でこれを2人で飲もうっていう。無理です。ちょっと待って。まるで本物の匂いと味ってなってるで。無理や、無理やって、無理。やる前からダメでしょ、そんな YouTube なんで。何でも YouTube とノエルのセンスやめろよ。まるで本物のおしっこ、リアルすぎて絶対に飲みたくない最強罰ゲーム。お召し上がり方がですね、お湯 50ml に溶かして冷めないうちにお召し上がりくださいということ。お召し上がり方じゃねえよ。で、原材料名デキストリン。デキストリンって何、何なの本当にマジで。重炭酸アンモニウム、着色料、乳化剤、ということでですね、まあ、ちょっとじゃあ開けてみよう、とりあえず。また似たような感じで入っとんな。あっ、スーパーに見えるじゃん。ちょっと待って、この前さ、スーパーやったやん。今度スモールって書いてある。何スモール、スモールって書いてある。今度なんで、なんで小さい。あ、あれじゃない、あ、分かった分かった、ションベンだから小さい。ショーってことは、これ別に大の方もあったんですよ。そっちビッグって書いてある、もしかしたら。分からんけど。いや、そうやろ、いや、そうやって。おう、じゃあ匂いのせんな。あー、するよ。うわあ。めっちゃ奥いる、いるって。嗅いでみて、嗅いでみ、回して回して、いるよね。これ何の回やね。はい、じゃあこちらをですね、カフェラクーンさんに、溶かして2、人で飲んでいこうじゃないか。まあ、こちらの中継なんですけども、はい、あの非常にですね、あのリアリティがある感じになっておりますね。あら、誰もお持ちいたしますね。やだー。なんでこんなもん買ってきたんだ俺は。お待たせしました。めっちゃ黄色いやん。ありがとうございます。ちょっと匂いだ。あー、これ俺のや。俺のっぽい。俺用意かんわ。あぁで、行ってみて。あぁじゃねえよ。いや、マジで。え、嘘。なんやろこれ。嗅ぎます。いいな、ちょっと回してください。これを飲むんですからね、俺。来月父やだよ。うわぁ、きつい、これマジで。俺これいけるかもしれない。嘘。え、なんかそんな嫌？嫌よ。なんか変な匂い。嫌よね。俺おねえになっちゃった。じゃあいきます？はい。ルネッサンス。ルネッサンスで拍手。
え、嘘。なんか薬っぽいわ。めっちゃしょっぱい。え、いつもの嫌がるチョモちゃんどこ行ったの？めっちゃ似合ってる。分からない。めっちゃ似合ってる。かっこいいね、グラス片手におしっこ飲んで。そうやって言われるとやばい。きつい、マジで俺これきついわ。よう口つけられんね。ペロッと舐めて。きついぜ、マジでこれ。きついわね。ミスミスミス。今日のネタ、これだけじゃないから、あの飲み干されると困るんだけど。え、なに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 。いや、マジできついな、これ。かっこいいっすか、マジで。じゃあ、ちょっと頑張って、二人で会員して終わりにします。僕はもう飲みません。え、行きたくない。あー、マジきつい。あ、なんか公開収録ならではの感じで、ワイワイガヤガヤ。まあね、全部カットするんですけど。